今土砂降りだぞ。うーん、なのによ、今ちょっとちらっと電気スタンドのとこ見たらアリがいたわ。どっから入ってくんねん。あ、これ過去のあれ、さっきの言ってたやつか、十兵衛が言ってたやつか。瞳ごく、もうなんだってんだよ、何の目的で連れてくんだよ。っていうか夕凪様じゃなくておそらくいずるだろ。何をする気なんだあいつ。なんか恨みでもあんのか。いや、っていうかサツキのこと好きだって言ってたもんな。いや、もうこれ下手するとマジです。探そう探そう、もう早く探そうぜサツキを。やべえな、これ下手するとサツキは俺のもんだっつって誘拐した可能性が高えぞ。どんな話だって、お、なんだお前、まあ、夕凪様見た。そんなんどうでもいいんだよ。寺寺か、寺に行ったんだな。よし、お前はもう要はね、とっととけろサツキ。もういいから。つまサツキ、サツキどこだ、サツキ。頼む、こいつらは関係ねえか。頼むから、ここで、やめて動く。おサツキいた、意外と早くいた。え、大丈夫これ、なんかやめて、ちょっと夕凪様っていうかイズルが出てきて動くなっていうパターンは合ってるのやめてって。いや、合ってもいいんだけど、まあ、その方がムードになるからさ。うん、あ、やっぱりそうか、連れてかれたんだ。やめて、ま、動くなってくるか、そっから、その石像の裏から。そんなことないないか、今までずっとイズル、うん、役に。なんでこんなところにいるんだ。しかし何の目的があったね、そんなことしたんだ。嬉しいな、集約。いや、もうさつき可愛いな。な、もう言い方が可愛いね。えへへとか言う女子本当にね、絶対優しいタイプだからね。うん、集約ありがとう。うん、よかったね。何、もう少し。おー、そうだろうな、多分もう最終章だからな。イズルの遺体が島に出た踏まえて、イズルは、いや、だから生きている可能性がある。てか夕凪様の変装をしている可能性っていうのは高いんだけど、そもそも夕凪様っていう存在が何なんだ本当に。何あー、これか、そうだよな、本人で、イズル本人だとすれば、そうだよな、だから夕凪様の可能性が絶対高いんだよね。出られない、いや違う、だから出られない理由があるんでしょう。イズルは今、うん、だとすればその理由、過去に飛ばされたか。そうだよね。出ない。多分違う。うん。ここまでの流れだと多分そういうことになるんでしょうね。結局の頃ね。あの軸のやつに乗っていったから、焦らず一つずつ段階踏んで考えよう。僕、いや、俺は結構もうまとまっているぜ。いくら、10年前と考える理由は、あれですよ。タイムカプセル。あれが結局、なんかいろいろとね、引っかかることがあったから、10年前のマガトキの、うん、僕が飛ばされるマガトキの祭りの日、10年前だよな。だから、まあ、そういうことだよな。なんか、ドラえもんでよくありそうな、なんか都合のいい感じのやつだよな、これ。パターンだよな。タイムカプセルが原因。いずれ時空の歪みに入ったものは何なのか突き止めればいい。なんじゃそれ。だって、タイムカプセルは置いてあったんでしょ？待って、時空の歪みが入り込ん、どういうこと。ちょっと待ってや。タイムカプセルじゃん。なんだこれ。あ、ちょい待ち？あ、一個なかったもんな。灯籠か。まさ、うん。四つ建てられてて、一個だけ新しくなってたもんな。だからそれが飛ばされたってことなんだね。まあそういうことか。意外と簡単だったな。そうか。灯籠の破片、犯人が持ち去ったんじゃなくて、軸の歪みに飲み込まれ、そういうことですね。いろいろとね、ここで、あれなんだね。分かってきたわ。真相が。19年はイズルを飛ばされたとすると、10年前7歳だったイズルはさらに9年、あ、そう、自分の生まれるよ、2年前のマガトキのちょっと待って。飛ばされず今も生きてて、いや、年齢、ちょっと待って、ちょ、待って、7歳でしょ？ 7 歳で9年前だから、待って、もうダメだ、俺算数がわかんない。待って、7、待って、7歳でしょ？ 10 年前亡くなって、で、9年前でしょ？ 9 年前ってことは、あ、やべ。だって、9、あ、だから、16、7歳から9足せやといいってだけか。26だ！もう、26だ！そうだよな。ちょっと待って、26歳ってことでしょ？今の、イズルの年齢が。で、イズルもきっと隠れていない。普通に生活しているだけ。あー、いや、じゃあ、夕凪様じゃねえってことか。ん？どういうことだ？あ、いけねえ！ミスった！あれ、どうやって戻るんだ、これ。ちょっと待って。
ダメ、違うよ。この、俺です。すいません、俺でした。待って、よ、もう一度考えよう。26歳だとすれば、記憶を、ちょっと待って、誰だ？冬美、常春じゃねえ。平吉 !26 歳うわ、そうか、そういうことか、うーわ、あ、平吉、まさかの。だって、じゃあ、ゆうなぎ様、あ、だから、ゆうなぎ様が、平吉がゆうなぎ様に、あれ、変装してたってことか。うわ、あ、そういうこと？うおー、マジ？あ、そうか、そんな流れだったっけ？じゃあ、マジ、ちょっと待って。じゃあ、下手するとさっき、さつきを連れ去った原因って何だったんだ？平吉が、結局、さつきをさらったっていうことになるんだろうな。なあ、そういうことじゃねえだ。それしか可能性ねえよな。ずっと昔から面倒見て、平吉、いや、でも、全部それで繋がるぞ。そうか、探すんだ、平吉。あ、そうだよな。いや、多分だけど、ゆうなぎ様に今、変装しているはずだぜ。さつきもよかった、無事で。あー、しゅうや、どうした、どこ行くんだ。そうだよな。10年間か、すげえな、平吉。平吉っていうか、いずる。マジか。どんな気持ちで過ごしてたんだ。うおー、しゅうや、待って。でもさ、一回さ、平吉とさ、いずる、一緒にいた、ことあったよな。あ、でもそうか。別に関係ねえのか。平吉が、いずるだとしても、タイムマシーンみたいな感じになってるから、結局自分と同じ人物は、生まれた時でも会えるから、小さい頃に会ってたから、そうかそうか。だから、ドラえもんと一緒だわ。なんか展開としては。そうだそうだ。なになに。あ、破れたページについて記憶し、あ、いや、このページないか。待って、何ですか？三種の、忘れられし場所への扉は開く。赤いや、あれだ！あのなんかカップルみたいなところ、いたところだ。そうそうそう、これもね、確かね、そう、うろ覚えだったんですけど、あそこも確か、そう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 、なんか、それをなんか、やると、なんか、開くっていうか、なんかゲートみたいに開くんだかな。そんなのあったぞ。これはでも簡単だね。赤、青、紫ね。赤、青、紫って覚えとこう。何？二人で支え合って最後も、あ、指切り幻魔か。もう可愛すぎるってもう、だってもうね、あーもうね、ダメだね、もう。もう結婚パターン確定だよ、もうこれ。しゅうやくん、その頃の真実が分かったんだよね。私待ってるから。ファイト、しゅうやくん。もう頑張りまくる、マジで頑張るから。よっしゃ、行くぜ！赤、青、紫、赤ね。分かったわ。おー！平吉だ！平吉がいるぞ。あれが平吉だろ、おそらく。これ。赤、青、紫、赤。覚えました。さっき確認しましたので。ゆうなぎ様がいない。一体どこに行ったんだ？はい。赤、青、紫。で、赤。おー、これで、またワープゾーン、違った。穴が開いただけだ。てか、平吉、どうやって入ったんだ？おー、とっさかの隠し通路。いやー、これだろ。これもう、終わりだろ。ここで。どんなんだっ、わー、忘れられた。うわー、これはもう、なんだろう。これはもう最後だ。これは完璧に最後だ。こっちじゃねえか。いやー、これで絶対いるだろう、平吉が。待ってろ。あー、ゆうなぎ様、平吉。ゆうなぎ様、違うだろう。ん？よく、ここまで来てくれた。平吉か。平吉だー平吉だったー。ようやく会えたよー。いや、いずる。そうだ、いずる。ようやく会えたな。お前だったのか。もう結局そうだよな。あー、なるほどね。だって今までどうやっていずる、いずるにも会えなかったもんな。誰かに変装してる、ゆうなぎ様っていうわけにもいかなかったもんな。ずっと島にいるっていうんだったら。そういうことになるのか。頭の中ぐちゃぐちゃ。こんなことがあっていいのか。いやー、ていうか、まあね。俺もドラえもん何度も見てきた人間だからね、こういう展開あってももう別に自然じゃねえかなって思っちゃうのよけどね。その気持ちわかるよ。だけどな、本当なんだ。あー、うわ、これはちょっと辛いことになってきたな。マジ、そんな、あれになっちゃう、悲しい感じになっちまうだ。嘘だろ？いや、そうなるよな。